先生、クニュルプンポッポミターナペロンチョおやつに入りますか。悟空とフリーザの戦いをボイパで盛り上げる。待ってやめて、お前は騙されてんだよ。もう決めたの、ダンソンフリーザキー。敵基地爆破、すごい性能だ。何者なんだこれを作ったミスターワクワクってのは。パリー、俺死んだ。サザエの野郎、まだ裸足で追っかけてきやがる。実際に販売されています。北朝鮮。カバーめっちゃ逃げますね。念のためカメラ止めときますね。ジャムおじさんにカバにくっつかったバーガーを作ってもらいましょう。カバの皮は玄関マットに使いましょう。お前ら人間ちゃら。カバよ、僕たちパンダから人間の心がわからないんだよな。フグさばけるって嘘ついてごめん。私がプリキュア。何が。やつはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。だよ、バカじゃねえの。意外な展開にしてください。警官たちは銃を構え、ゆっくり犯人に近づくトンボを見て秋の訪れを感じた。どうしてそんなに0点ばっかり取るんだ。お前に会いたいんだよ。行き過ぎの話ばっかするからすれかったった。見て、しんのすけが使徒を食べてる。ニチニチ、これは何。ウィンナー。はい、デブ、次の方。あの歌の歌詞を老人用に変えると現代が見えてくる。見えないものを見ようとして老眼鏡を覗き込んだ。おさ、おさ、おさ、おお、お魚、お魚、加えた、クワ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 。先生、あれは何。小さな泉のせいだ。知能も小さく同じことしか言わんのじゃ。相方に当て逃げされた。和牛のあの態度ないでしょ。私間違ってます。神沼さん、あかんて、また炎上しますから。ルームスシャンブルズ。もしもし、久しぶり。なんだ、たかしか。どうしたんだ。お兄ちゃんは今仕事で忙しいんだ。努力は必ず報われる。バイ高橋みなみみたいな名言を教えてください。やられたらやり返す。倍返しだ。豆腐には頼らないって決めたんだ。キノコも亀も栗も何でも OK よ。さすが未成年の体だ。違うな。ほら、怖くない怖くない。ガブ、ガリガリ、ゴリ。カメラ止めて。体健やかちゃ食べる。ウコンの力を飲ませたら6次会へ連れて行く。なんだよ、カツオの叩きってなんだよ。ゆっくりでいいから、お稲荷さんを握って。マスノスケくん。え、そんな。平さん、これを羽生くんに渡しといてください。その色にはこの柄のネクタイもお似合いだと思います。喧嘩で武器を使うなんて卑怯よ。のび太さん、おかしいわよ。一体どうしたの。そんなのび太さん、私大嫌い。後半君が殴ってたじゃないか。私にはぶたれたことあるくせに。お許しを。お許しください。白蛇様、ここで許すと読者が怒るからな。いつまでもいつまでもあの子のそばにいて世話をしてあげたいけど、そうもいかないだろうね。私ももう年だから、せめて小学校へ行く頃まで生きられればいいんだけどね。だからちょうど新しい体を探していたんだよ。毎度。あの、ちょっとすみません。以前、ずっと以前にどこかでお会いしませんでしたか。ナンパ、マジキモい。幸せのハヒフヘホ、半分でいい、人並みでいい、普通でいい、平凡でいい、本当にそれでいい。俺はチンコの先っちょに決してラー油を垂らさない。とオリジナルソングを歌いながら下山してたら誰かいた。あら、ヤムチャさん、今帰りですか。好きなタイプを色白、言葉遣いが丁寧、いつも笑ってると入力した結果。あかん、人工呼吸や。しっかりせえ、カツバタ。ふぅー、パン。うわ、キャー、よくできてるね。でも君はデブだから着られないだろ。いやいや、ちょっとカメラ止めろ。実話で一番衝撃的なエピソードを教えてください。お弁当は温めますか。俺たちみたいに熱々に、すぐに冷めますのでご注意ください。楽しそう。今日はこの家につけよう。悔やんでも過去は変えられない。目指すは未来。翼、取られた点は取り返すのみだ。ポケットは黙ってよ。時間がねえ。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてくれ。頼む。なぜだ。黙れって言ったよな。サインがもう5日も行方不明なんだけど、知らない。やったよ。それがどうしたの。わっ、ドラえもんが止まってる。ちょっと考えたんだけど、ポケットあればよくね。俺のどこが短気だって言うんですか。バキ、若島津。おはようございます。あなたが目覚めたら現実の彼女、かっこ嫁が、これはクリリンの分と殴りかかってきた。昨晩何があった。昨晩嫁のクリリンを責めすぎた。久しぶりじゃのう、ヤフー。今日こそ君をじゃないか。どちらが真の知恵袋かを。父さんだけ屋根があるところで3色ひねれ付きなんてずるいや。キョトキョト、のび太くん。聞く。なんだ、言いたいことがあったら早く言え。パワー。あそうさ、僕がやったのさ。悔しいか。残念だな。誰も未成年の僕を裁けない。それがこの国の司法の限界だ。もう完全に聞き飽きたので、美味しいエビを食べた時の甘い身がプリップリ以外の食レポをみんなで考えてください。かゆい、体にぶっつぶつ。
ようやく静かになりましたね。先生もう少しで術を使うところでした。これ絶対水曜日だよ。どうしてそんなに見つめるの？世界で一人しかいないのび太さんだもの。二つに引き裂いていい？世界中に時は5話。のびのび太は僕一人保護しなくちゃ。てめえは駆除対象だ。めーちゃんどこにいねえが。座れ。答案を見せろ。0点とは何事だ。親がお前だからな。ない、俺のバスタオルがない。寒いよ。あ、俺のバスタオル消毒槽の中に沈んでる。風で飛ばされたんだ。わーんわーん。長沢の家燃えてるらしいから温まってこいよ。ポケテミンとして恥ずかしい人ってどんな人？全員ご飯が青い。帰りに牛乳買ってきてね。ハリーポッターと秘密の趣味、ここ掘れワンワンと言ったら汚された。この銃弾撃ったの誰？皆さん聞いてください、この子実はケロブラン。お前は知りすぎた。二人で一緒に作らない？何よ。赤ちゃん。どが殴るわよ。行ってみたらお休みなの。それはよかった。よくないわよ。一日でもお風呂に入らないと気持ちが悪いのに。うちの温泉に入ればいいよ。温泉いいお湯だよ。やめとくわ。のび太さんのところでお風呂に入るなんて。お父さん大変な借金を抱えているんだってね。このサンタ偽物だな。なぜそう思った？帰る時の方が袋が膨らんでた。ペン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 。怒らないから何したか言ってごらん。浜田がしばかれてるのを眺めるココリコ田中。もう鈍感なんだから。まず目をつぶってカプセルを飲む。目を開けて最初に見たものに変身するの。多分メガネになると思うよ。たとえ便所に隠れていても息の根を止めてやる。目指せポケモンマスターの歌詞をいきなり間違えた。女子力5か。男だな。すっぴんな飼い主に毎朝びっくりする。最初の一撃で桃太郎の首が飛んでった。気をつけろカーネル。本当の黒幕はモスじゃない。サティワンダー。寝ろ。終身刑。民事裁判。無罪。すいませんでした。可愛いな子知ってる？隣のクラスの。知ってる知ってる。学校一の美人と噂の高い。僕今に大人になったらあの子と結婚したいんだ。俺らが大人になるとでも？チクッとしますよ。ズボ。捜査本部が公開した目出し帽姿の犯人の似顔絵。その後これを見た犯人がもう逃げられないと言い自首してきた。しまった、全然違う方向に針が飛んで。え、自分から？はい、吸って。ハンドル逃げるの1年ぶりだわ。世界の命運は時々逃げるのにね。見事に負けたよヘルナンデス君。ナイスシュート。俺が2点も取られたのは初めてだ。俺も2点取れたのは初めてだぜ。アンタックル。カバ君を助けるために使った必殺技。ジャムおじさんが砕け散った。事件終了2秒前に名前を書き忘れたことに気づいた。リケンペ、ムトンボ、ウポロンド、ムカンバ、ジャン、ジャック、マムトンボ君。ゴンゾー氏はこの部屋を出た瞬間に誰かにグサッと。じゃあ誰が鍵をかけたんだよ。誰でしょう。おいおい、あんた大丈夫か。パシ、え、ちら、ん、人が死んでる。おいおめえ、クリリンを殺しておらぬドラゴンボールを盗んでたやつの親分か。なるほど。お母様お任せください。1週間で礼儀正しいお子様に変えてみせます。勝負の方法は極めて単純だ。コイントスで表が出たら俺の勝ち、裏が出たらお前の負けだ。趣味が人のようだ。輪廻転生がハード。ワクワクが止まらねえぞ。おい、ゴロリの頭をショットガンで撃ち抜いて死骸と牛乳パックで何かを作り始めた。この無礼者が。やめろというのが分からんのか。バシャバシャバシャ。はい、もう結構です。ぬ、脱がなくていいのか。は？び、どうしましたザーボンさん。お風呂が沸きました。ほう、だからその日は友人と旅行に行ってたってば。ほら、これがその証拠の写真よ。あいつボールを僕に蹴ってくるんだよ。怖かったね。そういうルールだからね。お前もダンソンで？はあ、すごいニーブラだったよ。ケチ辛い世の中というのはどういう世の中か分かりますか？はい、分かります。残念、他に分かる人？もしもし、友達が毒キノコ食べて見学を見てます。やだ、ビキニのお姉さんのところに行く。年齢停止スイッチ異常なしと。タラオ、大きくなったな。ちょっとここには来ない約束のはずよ。お前いじめにあってるってほんまか？うん、まあ僕が筋肉をいじめてるんだけど。なんやそれ。はい、マッスル兄弟。どうしたんだよ父さん母さん。こいつはただじゃすまんぞ。やめて、あなた。やめろよ父さん、一体どうしたんだ。おかえり。私がちょっと留守にしてる間にクズが永久にさまよってろ。家庭教師がドライ。ギリギリ犯罪にならない行動。あ、もしもし、俺俺、実は事故って金が必要でさ。でも自力でなんとかなったから。うん、はいはいはい、じゃあね。いつも悪役をやってくれてありがとう。気にすんなよ。どういうことだアンパンマン。なぜ俺様をかばいやがった。俺はお前を騙したんだぞ。これでいいんだ。君が無事なら僕はどうなったって構わない。悪いな、こいつを倒すのはこの俺様だ。そうだろアンパンマン。僕のせいでこんな目に。何を言っておる。お前は皆を救い悪を倒したじゃないか。立派なヒーローじゃよ。君とも友達になれたらいいのにね。ふっ、お前と友達なんかお断りだ。俺が敵として嫌われるから。お前はいい子のヒーローになれる。だから俺は悪役でいいのだ。なあアンパンマン、俺たち違う形で出会ってたら友達になれたのかな。バイバイキン。え、なんで。嘘。約束したろ、
来世でも一緒になるって。長生きしろよババア。うるさいガキだね。また遊びに来いや。お前ナイフの先にそんなもんつけたら戦えないだろうが。いいんだ、これは息子がいたずらへつけたお守りなんだ。影にでもなって俺を脅かすつもりだったのか。天国行ってもお前らは変わらねえな。娘が幼稚園の時にくれた肩たたき剣を嫁入り前日に使う。志村、御所に語り継がれるほどのたくさんの笑いをくれてありがとう。夕日より君の方が綺麗だよと50年前と同じセリフを言ったら、当たり前やんと50年前と同じセリフが返ってきた。